3分ではわからん第 1SS 装甲師団解説ハッチもあるよ。装甲師団時代からだと尺が足りないので装甲敵団兵師団時代から見ていく。第 1SS が自動車化師団から装甲敵団兵師団に改編されたのは42年11月。本来装甲敵団兵師団には戦車大隊が1個編入されるが、この時期に改編された SS 師団には装甲連隊が編入された。ただ装甲師団の連隊が3個大隊で編成される代わりにこれら SS 装甲連隊には2個大隊しか含まれない。その代わりにティガーからなる1個重戦車中隊がついた。さて改編された師団は43年、第3次ハリコフ攻防戦に投入される。ここでは第2、3SS 師団と共にハリコフを攻撃、これを奪還し戦線を安定させる。続いてソ連軍突出部を包囲すべく北デレ作戦に参加、7月初頭に作戦は発動され、師団は先鋒としてソ連軍防衛線を突破。9日にプロホロフカ攻撃の命を受けさらに前進、12日にソ連側が第5新鋭戦車群を投入し、独ソ両軍の間で激しい戦車戦が勃発。少なくともこの戦い自体独ソ両陣営が宣伝するほど大規模なものでもなかったが第5新鋭戦車群は無謀な攻撃を仕掛け一方的に叩きのめされ壊滅した。一応この地域に限ってドイツ側は優勢であったが、連合国のシチリア島上陸を受けヒトラーは SS 軍団の撤退を指示。一方でソ連側の反撃が南方軍集団が位置していたドネツ盆地で行われ、マンシュタインは SS 軍団をこの地域での反撃に投入することを目論む。攻撃計画に従って部隊の移動がほとんど終わる頃、24日に突如ヒトラーが SS 軍団の使用を禁止。これには第1装甲軍司令部が激怒したが26日に第 1SS の引き抜きが決定された時さらに激しさを増した。結果として第 1SS を除く師団が反撃に投入され、ある程度の成果は収めたがなんとも。緩和9代、第 1SS は重装備を残しイタリア兵道、9月に同国が降伏するとイタリア軍の武装解除に従事、一部では戦火を交えた。10月に師団は装甲師団に改名したがネイルベルファー大隊がついた以外大きな変更はない。戦況が悪化したため11月に東部戦線へ送られ、防衛戦に従事、コルスン包囲戦が始まると師団は海井作戦に従事し友軍を救出。だがソ連の春季攻勢が始まると、師団は第一装甲軍と共に包囲される、命からがらだ出したが兵力を大きく減らし後方へ送られる。6月に連合国がノルマンディーへ上陸、師団はこれを迎撃しある程度の戦果を上げるがファレーズで包囲されまたしても壊滅。補充を受けバルジの戦いに参加、戦線奥深くまで突進するも作戦は失敗。45年3月にハンガリーの油田を奪還すべく春の目覚め作戦に参加するも失敗し、師団はオーストリアまで撤退。一部の部隊はベルリンの戦いにも参加したが、師団本体は5月8日にアメリカ軍に降伏した。終わり、平定。